V チャンネル茨城サテライトスタジオ505。土浦カルチャンネル、本日5月9日は土浦市民ギャラリーの情報をお伝えいたします。担当は土浦市民ギャラリーの若田部です。よろしくお願いいたします。本日は大きく3つの内容をご紹介したいと思います。1つ目は先日5月6日まで開催されました絵本の展覧会、アートとブックが出会う場所についてのご報告。続いては5月の今後の展覧会の予定、またその中から春季美術展についてピックアップしてご紹介したいと思います。最後に改めてギャラリーの使い方等につきましてご案内したいと思います。ではまずはじめに絵本の展覧会、アートとブックが出会う場所についてのご報告です。こちら今後ろに表示されております絵本の展覧会、3月21日から5月6日までの47日間にわたって開催されました。おかげさまでご来場者様4320人もの方々にご来場いただくことができました。どうもありがとうございました。残念ながらご都合が合わなかった方のために会場の様子を改めて少しだけ紹介したいと思います。まず最初がこちらです。鈴木長子先生のロングセラー絵本ちょっとだけの全原画展示。弟が生まれてお姉ちゃんになった女の子の優しい気持ち、ちょっと切ない気持ち、そして成長が温かい筆致で描かれた大変素敵な内容でした。続いては、次がこちら、筑波大学名誉教授笹本淳先生の所蔵するさまざまなタイプの仕掛け本を展示した、こちら仕掛け本の展示です。この今流れておりますこちらですね、こちらは不思議の国のアリスの各名場面が驚きの立体的な表現で飛び出してくるという素晴らしい作品でした。続いては土浦市出身小林由紀先生のデビュー作「木の実と船の物語」の原画をはじめとする作品展示です。そして、最後がこちら、茨城県南を中心に約20年前から絵本をテーマとして創作活動を続けているアーティスト集団ブックワームズさんによるさまざまな、絵本の表現の展示でした。ご来場いただいたお客様からは原画の素晴らしさに感動した、絵本の概念が広がった、仕掛け絵本って子どものものかと思っていたけれど大人も楽しめるアートだったんだね、またこの内容で無料でよかったの、などなどさまざまなお声をいただきました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。では続いて5月の今後の展覧会の内容につきましてご案内いたします。今週末5月11日から19日日曜日まで春季美術展覧会が開催されます。続いて5月24日の金曜日から6月の2日日曜日までつくばお隣の建築家展、
そして最後に5月28日火曜日から6月2日日曜日まで高木紀秀写真展神々との会話が開催されます。春季美術展覧会は秋の土浦市美術展覧会と並ぶこの町の一大文化イベントです。さまざまな作品が展示されますので、ぜひお立ち寄りください。つくばお隣の建築家展は土浦市やつくば市を拠点として活動されている建築家の方々による展覧会です。昨年も開催されまして、1週間で500人以上のご来場がありました。クライアントのさまざまな要望を形にした多様な住まいの実例をパネルや模型で分かりやすく展示していました。また今回は表の広場などでキッチンカーなどのイベントも同時開催とのことです。お住まいをお考えの方々だけでなく、さまざまな方にお楽しみいただける内容のようです。最後に高木紀秀写真展神々との会話は土浦市民ギャラリーでは初めての展覧会、どのような内容か我々も今から楽しみです。こちら、はい、失礼します。はい、すいません、失礼いたします。今はですね、こちら、メッセージを頂戴いたしました。中西様から、若田部さんお疲れ様です。ありがとうございます。もういつも大変お世話になっております。今後ともぜひ、もろもろ展覧会お楽しみいただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ギャラリーに対する、ご感想ご要望等ございましたら土浦カルチャンネルの、こちらの機械等も、ぜひご利用になって、メッセージ等直接お寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではこの5月の展覧会のうち春季美術展覧会についてピックアップしてのご紹介です。春季美術展覧会は土浦市美術協会展と日立彫釉会展、そして茨城獅子頭彫刻研究会土浦支部展、その3つが合同で開催されるという、秋の土浦支店と並ぶ一大文化イベントです。昨年度は5日間で合計820人ものお客様にご来場いただきました。今回はより多くの方にお楽しみいただけるように土日が2回入ったスケジュールとなっております。ぜひお立ち寄りください。ではどのような内容か昨年度の画像をもとにご紹介したいと思います。まずこちらが日本画、そして次がこちらですね、洋画になっております。日本画、洋画といった絵画作品は30号、一辺が約90センチまでの大きさのものが出品されます。日本画と洋画の大きな違いはごく大まかに分けると、墨や岩絵の具、にかわなどの伝統素材を用いて紙や絹に花鳥画等を表現したものが日本画、油絵の具等を用いて陰影により立体的に空間を表現したものが洋画とイメージしていただけると分かりやすいかと思います。次に書道です。こちらですね、豪快なものから繊細で流麗なものまで
さまざまな作品が出展されていました。続いては写真です。近年ではスマートフォンアプリや SNS の普及などによりどなたでも手軽に綺麗な写真が撮れるようになっています。ですが極めようとするととても難しいのが写真の世界。皆様の力の入った数々の写真が並びますのでぜひご覧ください。そして続いては彫刻です。石膏やブロンズ、石や木など多様な素材による非常に見応えのある表現がなされていました。今年はどんなものが出てくるのでしょうか。はい、では続いては能面です。穏やかな表情のものから目を見開いたような迫力のあるものまで様々な能面がずらりとまとめて展示されます。このようにまとめて能面をご覧になれる機会というのはなかなかないかと思いますのでぜひご覧ください。そして最後が獅子頭、こちらですね。八坂神社の祇園祭りや真鍋のお祭り、それから石岡のお祭りなど様々なお祭りでおなじみの獅子頭がずらりと並んで大変迫力のある展示空間となっていました。残念ながら展示室内で噛んでもらうことはできませんが、この迫力をぜひ直にご覧になってください。このように見どころたくさんの春季美術展覧会、入場無料、今週末5月11日の土曜日から19日の日曜日まで9日間にわたり開催されます。なお13日の月曜日は休館日となりますのでご注意ください。では最後に、土浦市民ギャラリーの、もろもろのご案内情報について改めて復習させていただければと思います。はい、こちら今ございます画像、こちら皆様、どこかお分かりになりますでしょうか。カメラの向こうから、アルカス土浦の図書館と、いったようなお答えが聞こえてきたように思います。お答えの中に土浦市民ギャラリーという声が、ちょっと小さいような、気もしないでもありません。ですがこれをちょっとこちらに注目していただいて、さらにもうちょっと寄ると、はい、こちら1階のこちらにですね、土浦市民ギャラリー、今こうなってますね。はい、こちらが土浦市民ギャラリーの入り口となっております。はい、アルカス土浦の1階、図書館の下、どのような覚え方でも結構ですので、はい、土浦市民ギャラリーはこちらにございます。はい、はい、でこれまで、絵本展や、春季美術展覧会をはじめとした、展覧会の、ご報告ご案内等をしておりますと、美術館のような、印象で、お考えの方もいらっしゃるかと思います。こちら、そうしたところもあるんですが、まず本業といたしましては、この貸しギャラリーというのが本業となっております。はい、で我々土浦市民ギャラリー2つの展示室がございまして、まずこちらがオープンギャラリー、開放的で明るい7メーター×7メーターほどのとても使いやすい展示室となっております。こちらが市内にお住まいの方ですと1日2500円から、はい、そしてもう1点が展示ギャラリーという展示室、こちらですね。こちらは一転してモノトーンの落ち着いた
美術館的な仕様となっております。こちらは1日1万円からとなっております。市外にお住まいの方や、物販等をご予定のお客様は若干料金体系が変わってまいりますので、詳しくは土浦市民ギャラリーまでお問い合わせください。では次に、お申し込みのタイミングについて、ご案内いたします。この市民ギャラリーでは、毎年4月から9月の上半期と10月から3月までの下半期をの2つに分けまして、それぞれ上半期分をまず前年度の9月に先行予約、そして下半期を前年度の3月に先行予約を受けたまわっております。この先行のご予約につきましては1週間単位でのお申し込みとなっております。そしてこの先行のご予約で埋まらなかったお部屋につきましては、それぞれ翌10月と4月から空いている部分を今度は1日単位でお申し込みいただけるという内容になっております。なかなか、聞いていただいていても分かりにくいところかと思いますので、何かちょっと興味があるな、使ってみようかなという方、ぜひお気軽に窓口またはお電話にてお問い合わせください。市民ギャラリーの電話番号はこちらです。すいません、次お願いできますでしょうか。はい、土浦市民ギャラリー、こちら029-846-2950になっております。はい、展覧会の、お考えの方、どんなところか知りたいという方、ぜひお気軽にお問い合わせください。毎月さまざまなそれぞれ趣向を凝らした展覧会が開催されています。土浦市民ギャラリー、今後ともお気軽にお立ち寄りください。本日の土浦カルチャンネル、土浦市民ギャラリーの、よりお送りいたしました。担当は土浦市民ギャラリーの若田部でした。また来月もよろしくお願いいたします。